今日は珍しく久しぶりに北ウイング、です、東北北海道方面ですね。いつものセブンイレブンでちょいと甘いケーキを買いまして、これから、桜ランチでちょっとのんびりしようかなと思ってます。あ、そうでもないか、結構時間あんまりないんだな。混んでますね。人もう嫌だ、人混みはもう嫌ですね。ワールドベースボール、決勝戦ですね。今なんか日本がリードしてるみたいで、なかなか結構面白いんですよ、見てると。昔のあれみたいで、高校野球みたいで、結構みんな真剣にやってて、これ結構面白いです、
ルホ釧路プリンスホテル、101号室ですね。はい、じゃん、このような感じでシングルです。まあコンパクトで、でもそれないの、このデスクはいいですね。なんとなくいいですね、この窓を前に全面にして、そしてこれ山側になるんですね。残念ながら海側は全部ツインの部屋で、シングルはみんな山側というふうになっております。でもすごい15階高階層上の階の、指定ということで、食事付きです。で、いろいろなんとか割で、6000円くらいかな、1泊朝食付きでな、なんやかやで、まあ着きました。ただいま3時ぐらい、このような、セットが、冷蔵庫、ここはクローゼットですね。そして、このように、バストイレ、まあ普通にあります。まあここら辺は、はあ、着きました。いやー、なんかなんだろうなんかぼーっとしてるねどうしちゃったんだろう。はい、まあちょっと一服しますか。まあこれはいいじゃないですか、このなんていうか、外を見ながら、このこれいいですよ。この椅子と机はとても気分がなんか仕事したくなるような椅子と机じゃないですか。外を見ながら、これって急に曇った、ガラスが曇ったのかと思ったら、いやそういうわけではないんだな、ですよね。なんだろうこれ一体、外がこう霧みたいになってるのかな。どうなってんだろうこれ一体。やっぱあれですね、窓の雲じゃなかったんですね。すごいなんか霧に覆われたって感じで、寒いなこれ、えらい寒くなってきた。そばの商業施設やってまいりました。なんて言ったかな、なんとかっていうところをやってきました。ここに観光案内所もあるそうなんで、それにしてもすごい霧なのか、いやーなんともね、すごいですね。メガネ曇ってるのかブーっていうところですね。3階霧のビール園ってあるぐらい、やっぱ霧が有名なんですかね。バスが止まるところですね。なんだ静かだな。あれなんかやけに静かじゃないですか。日本車あれか。2階の方上がってきたんですけども、こちらもやってないですね。ローカルプラザ、夕日ビュータイムってのあるんですけど、この何でしょうか。何て言いましょうか。この霧どうしようもないですね。ラフマンダーです。こんな感じで、とてもじゃないけど、いやーびっくりですね。雪がまだ残ってますね。ちょっと寒くなってます。昼間はすごい暖かったんですけどね。カフェ
多目的アリーナスタジオ。しかし静かですね。なんだろう、モニュメント、釧路のモニュメントなんでしょうかね、みたいですね。なるほど、クール釧路。なんだ、5度ですか。うわ、なんか風がやけに寒い、冷たいです。